皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。今回はジョン・スモールマンさんが2月28日に届けてくれたイエスからのメッセージをご紹介します。2023年2月28日のメッセージ。現在世界中で起こっている混乱と苦しみ、そこから湧き出る当惑はとても不安なものです。ですから今転生している皆さんは集合的目覚めのプロセスに参加するために、自ら望んで人間の姿になっていることを思い出してください。このプロセスに参加していない人は地球上誰もいません。このことはおそらく多くの人にとって非常に受け入れがたいことでしょう。すべての人が例外なくこの神聖な計画を支援するために、今まさに自分のいるべき場所にいることを思い出してほしいのです。それは大いなる源から分離を経験するという、集団的選択が実行された時に立てられた計画でした。そこには偶然や計画によらない出来事はなく、例えば理解されず受け入れられなかったとしても、あなた方人間の人生に起こることすべてに意味があります。皆さんはここに転生することを選びました。到着した時には一見ランダムに見えるかもしれない、人生の道筋をすべて経験しそこから学ぶことができるように、神によって導かれた目的の記憶が隠されていることを理解していたのです。あなたは一時も途切れることなく永遠の存在である神から愛されており、人間として人生を生きている間は、直感があなたの選んだ道へと最適な形で導いてくれます。しかし自分の中に激しい疑いが生じたとき、それはしばしば起こることですが、つまり自分の直感が自分を迷わせるように思えるとき、天のサポートチームが自分を信頼するよう優しく導いてくれるでしょう。自己信頼はあなたにとって元来本質的なものです。なぜならあなたは神聖な存在であり、完全に信頼できる存在だからです。神はいつでもあなたを信頼しています。自己不信はもしもという不安なシナリオを掲げ、常に正しくあなたを導く直感的ガイダンスから、エゴイスティックにあなたをそらそうと企てます。エゴが作り上げる欺瞞と直感を区別するために、あなたに提示されたすべての思考を注意深く観察してください。もしどうしても決断できないようなことがあれば、あなたの思考を明確にしてくれるようガイドにお願いしてください。ガイドたちはいつもあなたと一緒にいて、あなたが呼びかければいつでもあなたに導きを与え、そして心地よいサポートのエネルギーで包んでくれます。自分自身を信頼するということは自分自身であることです。他の誰かになることはできませんし、毛頭なりたくもないでしょう。他の人があなたに意見するかもしれません。でもそれはあなたにとって役に立つ立たないに関わらず、結局自分の人生の選択をしていくのは他ならぬあなたです。何が自分にとって正しいかは自分だけが知っているのです。もちろん人生には様々な選択肢があり、決断を迫られることもあるでしょう。長い年月を振り返ると後で後悔するような決断もあるかもしれません。自分の人生における出来事を思い出すとき、肉体をまとった今のあなたの人生は非現実であり、あなたが犯した間違いは、その瞬間あなたがし得る最善の選択であったのだと自分に言い聞かせてください。自己批判は生きることからあなたを遠ざけ、誰かの気分を害してしまうかもしれないとあなたに不安を抱かせるのです。ですからそれを一切手放してください。人は言われたことに対してムッとすることがありますが、神にはありません。気分を害するということは他人のあなたに対する批判をあなたが受け入れていることを意味します。なぜそんなことをするのでしょうか。誰にもあなたのことはわからないのに、神よりもあなたのことをよく知っている人は存在しないのです。あなたは人間としての人生を経験し、神の導きによってあなたの道程に設定された教えを学ぶことを選びました。
人間である以上間違いを犯すことは避けられません。それはあなたが経験する学びの一部です。過ちはあなたが気づいていない何かを指し示しているのです。目覚めるというのは完全に意識することです。皆さんは自分が意識的であることに気づいていますが、ただ意識的であるだけではあなたが肉体をまとっている時に得る意識は十分ではないことがよくあります。ですからあなたはいろいろなことに気づいていませんし、自分が気づいていないことにさえ気づいていません。しかし皆さんは他の人が気づいていないことに気づくのがとても得意です。コーヒーを飲みたい。車にガソリンを入れないと、上司に電話しないと、さっさと仕事を終えて家に帰ろうなど、エゴが気をそらすのであなたの気づきは往々にしてシャットダウンされます。それは日常茶飯事に起こっていることです。自分がやってしまったと思っているミスにおいて自分を否定的に批判してはいけません。もしそれが他の誰かに悪影響を与える可能性がある、あるいは与えてしまったのならその状況を改善しようとしましょう。でもだからといって自分を責めてはいけません。それはあなたのエネルギーを引きずり下ろすことになります。そのようなことは全く必要ないのです。多くの人が幼少期、少年期、青年期に間違いを犯すと悲惨なことになると叩き込まれてきました。本当にそんなことがあったとしたらそれは珍しいことです。間違いを犯すことによって不便を感じるかもしれませんが、問題に対処する新しい方法を生み出すかもしれません。また自動的に自分または他人を非難するのをやめれば、ミスが引き起こすストレスや感情の起伏が非常に少なくなり、ミスをすることへの不安が薄れ、より明確に集中することができるようになるのです。例外なく皆さんは一人一人が神の愛する子供なのです。誰も神との関係を変えることはできません。神の裁きや永遠の天罰は、神から離れようとした罪悪感を和らげるために人類が作り出した全く馬鹿げた概念です。神の唯一の願いは、あなたが幸せになり神のもとに帰ってくることです。もちろん実はあなたは一度も神から離れたことはありません。しかし肉体をまとっているあなたは確かに神から遠く離れているように見えます。それは幼児が手のひらで顔を隠すことによって、見えないし誰からも見られないと信じているのと少し似ています。こうして隔てられ愛されていないと感じた多くの人々は、他者に愛を求め、他者と愛を競い合い、しばしば対立することになるのです。神から分離した瞬間から、実はほんの一瞬前ですが、この数千年の間に神のためにと称して多くの戦争が行われてきました。神のために戦い、神の敵とみなされる人々を罰しようとするのは何という愚かな考えでしょう。神に敵はいません。どんな悪事を働いた人だとしても、神はすべての子を愛しています。覚えておいてください。この肉体をまとった人生は幻想であり、現在進行中の争い、痛み、苦しみは非現実的なものです。愛と完全に調和していないことはこれまでに起こっていませんし、これからも起こり得ません。あなたはいつも、そして永遠に母、父、神の存在の中で平和と喜びに包まれています。一度も離れたことのないあなたの永遠の故郷、そのようなところは他にどこにもないのですから。とはいえ一見とてもリアルな肉体を持つ人間であると思っているあなたたちにとって、この神聖な真理を受け入れることは非常に困難です。人類は今分離と見捨てられたという思いから、何年も続いた夢からようやく目覚めようとしているのです。あなたは集団でこの非現実的な状態を経験することを選びました。あなたには自由意志があり、神から与えられた他のすべての贈り物と同様に、創造の瞬間に与えられたものです。集団でその状態から目覚めることを選択するまで、大いなる源からの分離とはあなたがするべくして得た経験でした。
目覚めの最初のステップはあなたが経験していることが非現実的であることを認識することでした。この数百年の間にこの最初のステップが踏まれ、そして今あなたの集合意識は皆さんを夢から覚ます間際にあるのです。もう後戻りはできません。あなたは目覚めつつあり、神との一体性に対するあなたの意識はもはや否定も無視もできないのです。より多くの皆さんが自分たちの集団的エゴに騙されて、自分の周りに見える狂気が本物と信じていたのだと気づき出しています。この兆候は世界中の至るところに見られます。真実から遠く離れたものは何もありません。あなたが毎日自分自身の奥深くに存在する内なる聖域で、意識的に母、父、神と一つになる時間を持つとき、神の愛があなたを完全に包み込むようにしてください。あなたは神の愛を感じ、それを感じることで同じように神に答えるでしょう。あなたは永久に神と切れることのない一対一の関係にあります。あなたがこの神聖なる真実、神である愛を実際に感じることに気づかずにほとんどの時間を過ごしてきた唯一の理由は、あなたが非現実であるこの現状を信じてきたからです。分離してしまい、孤独になり、見捨てられてしまったという信念です。そしてエゴが作り出したその信念は、あなたに激しい苦痛を与えてきたにもかかわらず、あなたが最も手放したくないもの、すがりつきたいものでした。正しいか、幸せか、どちらを選びたいのですか。これは一般的によく言われることです。ここに来てついにあなたは幸せを選びました。目覚めはもうすぐそこです。驚きをさらに超えたとてつもない驚きがやってくるのを楽しみにしていてください。あなたの目から眠りをこすり落としたときあなたは気づきます。自分は完全に覚醒しているのだと。そしてワンネスへの帰還を今までにない素晴らしいお祭り騒ぎをして祝うのです。あなたの愛する兄弟、イエスより。いかがでしょうか。頭では理解できても、自分自身で理解するのは難しいかもしれません。驚きをさらに超えたとてつもない驚きがやってくるのが楽しみですね。こちらで配信できないお話や、審査に落ちて配信できなかった動画などはメディアブルで配信中です。概要欄にリンクがありますので、ぜひ一度訪れてみてください。今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。